mozzedio@gmail.com です。お待ちしております。本のイベントは数あれど最もワクワクドキドキするイベント、六本木ビブリオバトルのコーナーです。はい、日本で一番アグレッシブな読書スタイルとして人気を博している六本木ビブリオバトル、皆さんたくさん本を読みますけど、もうねソファーで透かして本読んでたって人生変わんないわよと、ビブリオバトルというのは、本を使ってバトル、本を紹介をして、おすすめをですね、競い合うリスナー聴衆の方から投票してもらって順位を競うという、アグレッシブなイベントです。みんなですね、勝った負けたでもう泣いたり笑ったり悔しがったりしてます。まあ、その経験が あなたの本と一冊のですね深く結びつける、そんなイベントになっております。今日はですね紹介したい本こちらです。細谷功さんの問題解決のジレンマという本です。このね細谷さんって方がですね10年ぐらい前にですね地頭力っていう本を出してヒットを出したんですけど、地頭ってご存知ですか？地頭？地頭？地面の地に頭って書いて脳天ですね。そう違う連想ゲームすいません地頭ね、なんだろう、なんですかね、知識がお勉強ができて頭がいいとか、いろんなこと知ってるよっていう頭の良さじゃなくて、なんかこう何もないとこから考えたりとかいろいろ自分で考える力がある人を地頭力があるとかですね、地頭がいいっていう。あ、私頭いいかも地頭力いいかも。あ、そうかもしれない。野生の野生の力の感じ野生の力ごめんなさいそうそう確かにそういうこれはどういうことかしらって言ってちゃんと自分で考えられること、これどういうことですかって人に聞きに行く人はまあそんなに地頭が良くないって思われがちですね。という本をですね書いてヒットさせた人なんですけど、今日の本は問題解決のジレンマということで、どういう本かというと、この本ですね冒頭に書いてあって私が買った理由が経営学 の有名な先生ピーター・ドラッカーさんっていらっしゃるんですけど、そのドラッカーが亡くなる直前にですね書き残したテーマはないですかって、経営の学の本でいっぱい本出してるんですけど、書き残したテーマがあるとしたら何についてかって言われた時に無知について、無知、知らないっていうことについてのテーマ、それのマネジメントについての本を書いたら最高傑作になっただろうって言われてる本です。で、なんかですね地頭ですごい時間取っちゃってどういうことが書いてあるかっていうと、こうね、知らないっていうことをいかにして知るか、自分が知ってる領域と知らない領域をどうやって知っていくかっていうことが書いてあって、なんか面白いです。質問が面白くて、コンビニで売ってるものって何ですか、パンと出てくるじゃないですか、お弁当とかお菓子、そう、じゃあコンビニで売ってないものは何ですか、肉、あ、魚売ってますな、生魚とかね、フライパン、フライパン売ってない、そういう風にコンビニで売ってるものってこのちっちゃなものなんですけど、売ってないものがあって、しかも形があるもの、その他で形があるものとか存在してるものとか言葉とかで表現できるものを売ってない、想像できるものも多分売ってないですよね。なんかで想像もしえないものっていうのがあって、自分の知ってると思ってることの領域がいかに狭いかっていうことを自覚させてくれるものです。あと面白かった例えばですね、まあ、こういう知らないっていうこととか自分が線を引いてる領域以外のことを考えることによって、解決できる問題がたくさんあります。無知を知ることで新しい知識を生み出すことができるよって書いてある本です。もうちょっと大丈夫ですか、はい。でもう一つ言いたかったのがこれね、会社の中の組織の人事構成の中でも言ってます。会社の管理部門と新規事業部ってすごい対立するんですよ。やったことがあることの数値の最適化をしてきた人と、新しいもの、これからどうなるか分かんないものをこう始めますって言われた時に失敗しそうだとか言ってみんなぶつかるんですけど、どういうことかっていうと、なんかこう利益を残すって、売上から経費を引いて利益じゃないですか、もうそれってもう決まったフレームの枠なんですよね。これをこれずっとやってきた人ってどうしたらいいかがすぐ分かるじゃないですか。だからどこまで行ってもその他の会社より勝つことがないっていうか、どん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 熟練をしていくことができるから、もうこの枠からはみ出たことをやりたくないってなっちゃうんですよ。でもそういう
測定する指標自体を新しく作っていくっていうのが新規事業とか、そういう新しいことを生み出していく人たちで、いつもその過去と未来の対立じゃないんですけど、うん、やったことがあって安心な領域からいかに出ないようにするかとか、うん、成功確率の高いことをやるかっていうので対立してしまう人たちを書いていたりするものです。なかなかちょっと難しい。突拍子もないのもたまにはエキスとしてスパイスとして必要だね、うん、一緒には必ず必要な本当役に立った感じということで問題解決のジレンマですね、ぜひ、会社で悩んでいる方、ぜひ読んでみてください。ということで、今日もですね一人ビブリオバトル終了しました。いろんな本がありますね。ありますよ、ね、まだまだ紹介したい本いっぱいあるんですけど1時間じゃ足りないので、はい、また次回ね分けて紹介してください。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あれだね、心の分野と一緒だね。知らないことを知っていくと、そうね。